前回みんなの友情パワーでドレイクを倒した KTR 一行はついにドレイクを手にすることができるのであった。ティリティーティリティー、これガンダムねということで、それではやっていきましょう。今日はねロックドレイクをね、前回ね、まあいろいろ取りまして、さあみんなロックドレイクを出しましょうというところまで来たんだけど、まあもちろんこれラグナロクだから出せないから普通にいないので、まあちょっと特殊な企画をやって、自分がねキルしたロックドレイクの羽の枚数分ねレベルをこれに応じて出しましょうという話だったんだよね。で現状ね、あの羽1枚につきレベル10プラスできるので、まあ15枚あると一応俺が上限で出す150が出せるので、まあ、これを看板見てね、まあ、ゲーム内通貨を使ってねみんなねいろいろやり取りをできればと思います。それではみんなあのブリーディング設備飛ぼうぜ。うん、で今回のロックドレイクに関してはあれですね、色で、まあ、色はやめとこう。性別に関しては何回でもガチャできるような形にしましょう。オスメスね、自分が好きなのまで、あれしましょう。じゃ、とりあえず、そしたら、ですね、羽回収ボックスを置いて、そのボックスに入れたドレイクを出すようにしましょう。じゃあ、俺先にドレイク出そう。じゃ、早速ブリーディングしよう。それ、ベンツさ、オスメスどっち？これ、メスか。じゃあ、俺オス出すわ。オス出して、ベンツさんあれしよう。あれして、あれしよう。はい。オスかな。これ色良くないな。ちょっとやべ、ミスっちゃった。ミスって殺しちゃった。あ、これ色いいね。あ、これいいね。これでいこう今ならテックサドルもつけるよ。おわ、来たぜこれ。ついにロックドレイクのブリーディングだぞこれ。やばいぞこれ。うぅ、後輩可能を、わぁ、後輩可能ってついてる。ロックドレイクにやばい。おとす、うぅ、初めてのロックドレイク後輩可能だこれ。いいな、ついに、初めてドレイクの、わ、来た、すげえ、ドレイクの卵だ。ふぅ、おぞーす、おぞーす、すげえ。え、これさ、卵さ、ドレイクかな。あ、ドレイクだー。うーわ、ドレイクの卵だ。ナッツ、懐かしい。あの楽しかったアベレーション編を思い出してしまう。エモいな、この卵。じゃあ、早速、孵化器で孵化させようぜ。やばい、おブリーディング設備で指べこばっかやべえぞ。おい、お前やべえことなってんじゃねえか、いつの間にか。やばいやばいやばい。まあ、いっか。そんなことはどうでもいいんだ。俺はドレイクを孵化させたい。ああ、今日は残念ながらロックドレイク孵化のためにさ、あれが見せれなくて残念だわ。エアコン神建築が今日見せれなくて残念だわ。危ない危ない。ごめんね、これ使っちゃって。それでは、ロックドレイクの親の名前つけていきたいと思いまーす。地獄の代償にしよう。名前地獄の代償ね。何パーかい ?57。あ、これ、結構長いな。久々だけど、あれだね。でも、インプリントはめちゃくちゃ簡単だから、ロックドレイクは。それだけが、あれだね。助かるね。オッケー。ことにさ、どっちにする？どっちにしますか？シャオラー！ふぅ！オッケー。セッションが切れてしまったようです。はい、オス出します。あ、ごめん、メスだった。あ、だだだだだだ。ことにさ、オス出た。はい、小谷さんのやつ名前分かるように書いとくね。うん、こういう名前にしとくから。あ、もう一回見とく。口に出すの難しいからこういう名前にしとくね。はい、以上です。はいはいはい、以上です。 Google の音声認識させないように今あの黙ってきました。はい、すいません。まずいですよ。変えといてください。KTR お願いします。わかりました。実質、俺ってことね。わかりました。乗っていいよ。はい、乗っていいよ。飛ぶから飛ぶから乗っていいよ。俺ちょっとまだ、進化が足りなかったわ。はい。お、わー、すごい、真っ赤なの出た。すごーい、すごい、こんな、え、これデフォ？デフォこれ。デフォこれ。デフォ？デフォっていうのが訛ってたね、今。デフォ？デフォルト。あ、オッケー、じゃあとりあえず、卵見に行くか。お、100% なっておりますね。それでは、ため囲碁、オープンしていきたいと思います。お、攻撃力43なんですよ。カモンドレイク！ふぅ！ちょっと待って。ういー。あ、でもなんかいい色じゃん。オッケーオッケー。ちょっと待って。これ、はまってる。いいね。うっ、かわいい。おいで、ドレイク。おーい、ドレイクブリーディングできちゃったよ。マジかよ。かわよ。
ッハーよ、ドレイク。かわいいでちゅねー、かわいいでちゅねー。あ、かわいいでちゅねー。あ、ごめん。それ、エリスさんのケツだったわ。ごめん、ごめん。間違えた。ごめん、ごめん。危ない、危ない。間違えたわ。危ない、危ない。わー、ちゃんとなんか、こうなってる。すごーい。いいです。え、ちょっと、カズオさんのケツ、君のケツはいいですね。ケツはいいです。オスのケツはいいです。ちょっと、やめてください。やめてください。じゃ、噴水についてるから、ちょ、やめて、ちょっと。パンツ洗っといて。あ、俺のメスだよ。あ、でもまだ、幼女だからやめて。自動ポルノに入るよ、これ。ブリーディングしたら。いいですね。ちょ、これ名前つけようぜ、これ。ロッキュー、あ、ロッキューいいな。ロッキューかわいいじゃん。ちょっとロッキューがすごく今回気に入ったので、ロッキューにしまーす。あ、お世話してもらいたがってる。お世話してほしいの？しょうがないな。かわいいね。あ、かわいいね。にょにょにょ、かわいいね。お世話したよ。インプリント入った？あー、入ったわ。これのお世話のおかげで今インプリント入ったわ。あ、これ強い？全然知らないんだけど俺ステータス。あー、スタミナ戦略あるから悪くないじゃん。スマートブリーディングお持ちのお客様、この中にいらっしゃいますでしょうか。地獄の代償酸素値40個。おい、神個体だな、おい。俺の地獄の代償さすがだぜ。さすが俺のロックドレイクや。お前は神だよ。時点で食料値43。やばすぎ。おい、どういうことだってばよ。酸素値45、食料43、食いしん坊にモードがある。地獄すぎんよ。ほんまやで。本当に地獄みてえなステータスしてんな、おめえよ。半端ねえ。ビビったぜ。エレメントの川を泳げるね、この答えだったら。確かに俺テックスーツでこいつでちょっとエレメントの川を泳げるわ、これ。え、ロッキーは引き継いだのかな、ちゃんと見てなかったわ。酸素値825。地獄の代償と酸素値一緒なんだけど、ロッキーが。まさかのエリート酸素個体じゃねえ、これ。おい、酸素と食料値引き継いでるエリート個体だったわ。おっしゃ、潜れんぞ。やっちまおうぜ。エレメントの海に潜ろうぜ、俺ら。俺の酸素値超えれるやついんの？みんななんか雑魚い酸素値でしょ。何を代償にしちまったんだ。つれえよな。メス募集中です。あれ、141号さん、リアルでもゲームの中でもメスと出会えないんだね。それは残念だね。つらい。大丈夫、ロッキューが成長したらいつでもね、ブリーディングしていいから。メス募集中です。お、これ深刻なメス不足だぞ。変異したの？マジ？ちょ、見してよ。どれ？ほんとだ、ハリアーの方、1ってなってる。うわ、重量48、スタミナ40。こいつさ、メスだしさ、うちの、あれと、ブリーディングしたらさ、酸素とさ、食料、エリートになるけど、どう？酸素と食料値欲しい人はいませんか、この中に。ロックドレイクのブリーディングで酸素値と食料値欲しい方、至急こちらまでおいでください。地獄の代償をお貸しします。みんなメルとかスタミナとか HP とか言っちゃダメだよ。食料値と酸素値だよ。おぉ、ロッキーもうそろそろ大人になるな。どうする？これ、大人になったら酸素値極めちゃうよ、これ。俺らで世界水泳目指さねえか。ちょうど、フリーっていうアニメがあってな。声優が一人、一身上の都合でいなくなりそうなんだ。どうだい、俺たちで世界水泳目指さねえか。はい、ガチでいたら怒られます。いないことを祈ろう。酸素が上がりきった先の未来を俺見てみてんだよな。あ、99番、大人になるよ、ロッキュー。ふぅー、来た。大人になりました。あぶねー、ウーバーイーツ見てた今。あぶねー、ロッキー大人になったから、ちょっと乗ろうぜ。乗りてー、ロッキューに俺は。ゴー、ふぅー、来たー。おい、ドレイクでー、これラグナロク飛べるなんて、めちゃくちゃなんかあれだな、気分いいね。ロックドレイク久々だ、かっこいい。いいね、ドレイク。ふぅー。あ、なんかみんなメスが足りねえって言ってたよね。酸素値と食料値のエリート個体いるけど。みんな遠慮しなくていいよ。俺らの指標酸素値だからな。おい、酸素値800乗らねえ雑魚いる？こん中に。ドレイクは1に酸素値、2に食料値。そうだよな。一応言っとくけど、みんなこのチャンネル以外でそれ言うと、なんか、えって言われるから気をつけてね。まあでも、酸素値だよな。うん。あ、これ食料値11,000ある。あ、こいつ酸素値めっちゃ高い。
まあ700台だけどね、うん、まあ惜しかったね、うん、やっぱり男の酸素値800超えてからだよな。酸素値あれば体力つくしそうだよね。肺活量つくってことはそれだけね体力とかも増えてるってことだからね。だって水泳選手がそうだもんね、うん、そういうことだよね。実質スタミナも上がるよね。ロックドレイクが一番海が輝くからね。だよね、泳ぐの早いしね。そっから滑空にも移行できるし、マジでね、あれだよ、オスプレイみたいな感じだよ。もうかなりすっげえ自由自在に飛べるから。やべえ、もう9レベルも上げれるぞ。うわ、酸素値を9も上げれて嬉しいな。これとりあえず一回酸素値9上げてみる。お、やべ、酸素値の上がりすげえ。1567まで上がったぞ、酸素値が。明日が怖い。どうする？酸素値答えばっかなんだけど。ありそう、マジで。おい、なんでスタミナ上げてねえんだよ、みたいな。使いづれ。っていう未来が少しだけ見えますね。はい。海のメタがバシロからドレイクに来るな。ドレイクの時代。ということで、今日はこのくらいにしておきたいと思います。ドレイクね、テームできて、ブリーディングできたので、僕は満足でございます。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。